宇部高専の一宇部工業高等専門学校は、山口県宇部市にある日本の国立高等専門学校である。1962年に設置された。略称は、宇部高専。宇部工業高等専門学校は、国立宇部工業短期大学を前身とし、高等専門学校制度が発足した1962年に、国立高専第一機校の12校の一つとして、設置された。 山口県内には後に大島商船高専、徳山高専が設置されるが全国に51校しかない国立高等専門学校が一つの県で3校存在するケースは非常に珍しい。また面積の広い北海道には4校設置されている。時はこのあぜに白鳥寮が設置されている。クラブの数は宇部市金号の高等学校。 高等専門学校の中で最も多い。給料地である時は大位置し、山口大学工学部に隣接する。桃色ペリカン、カッタくんで知られる時は公園が近くにある。国内大学就職進学。ありがとうございます。